希望の条件なさそう。ごめんなさい。今度さすがに元気なくなっちゃった。気にしないでいいんだよ。希望の物件でした。ねえ、正俊さん。いいぞ、有沙子。やっぱり自分元気だわ。ご協力ありがとう。じっくりとどうぞ。という芝居。はい、いつでも待ってます。もう一つどうぞ。どうよ兄さん。まあ、うん、ショックは少しすぐにはまたしても間違えました。いいんだよ、なんかでも。これも OK シーンからご覧ください。 ありがとうございます。あつみちゃんもどう？あ、いただいちゃおうかしら。とこうなるはずが。いいね、和服も。ありがとうございます。あつみちゃんもどう？あ、いただいちゃおうかしら。最高だね、この二人。まあ、今度は篠野さん。おっと。お次は椎名さん。完成した作品見てびっくりした。卒業してから13年ぶりかな。ガラは双子の可愛いお母さんか。うん。 NG シーン。肖像画だと思ったら完成した作品見てびっくりした。卒業してから13年ぶりかな。ガラは可愛い双子の奥さんか。奥さん？ごめん、お母さんだ。奥さんしちゃった。ごめんなさい。ご主人は会社の課長で、親子4人でマンション暮らし。玄関にはベルナール・カトランの絵、今には子供が描いた絵、君の選んだセンスのいい額縁をつけて飾ってある。くそもういいよ、100回ぐらいやろうよ。そんなに。寒いからね。田中美佐子 vs 椎名桔平、ドラマの今後を占う戦いです。あー、寂しないね、そういうのもこの僕に。いや、自分から別に。どうして嘘をついたんだ。え、ゆうべ工房へ電話したら男が出た。一人じゃなかったんだろう。たまたまだったのよ。わざわざ心配させる必要もないと思って。心配させたくないなら正直に言えばいいだろう。成瀬君はただの陶芸の先生。ただの先生ならなぜ隠すんだ。隠してなんかないわ。変なこと考えないで。あなたが想像してるようなことじゃないの。俺が何を想像したって言うんだよ。たまたまだったのよ。あなたに心配させない必要はないと思って。それで続けられると思ってるのか。飲めよ田中君。ね、お願いしますね。美佐子さん。田中美佐子さん、 OK シーンからどうぞ。じゃあ出かけてきます。となるはずが。じゃあし
出かけてきます。はい、すみません、ちょっとこちらも、こちらも。テイク2じゃあだって今誰か吹き出したよね。ドラマランデブーより田中美佐子さんのトホホ。結構来てるよ絶対。すいません。10月13日木曜夜9時からブラザービートがスタートします。明るく好奇心旺盛、しかし家事は大の苦手という母と、言いたい放題し放題の3人息子が織りなす熱いホームドラマ。早速届いたばかりの NG ご覧いただきましょう。早速電話して、その条件向こうよしでいいって言いなさい。やだよ達也、俺はこの家を出てくつもりはないの。誰も長男だからこの家継げなんて言ってないでしょ。 NG シーンはこうなりました。二度とないわよ。さあすぐ電話して、その条件向こうよしでいいって言いなさい。やだよ達也、俺はこの家を出てくつもりはないの。あれ田中さん、セリフが出ない。出ないでしょ。続けていいの？それはさすがにダメだと思います。お次は玉山哲司さん OK から。それ知ってるか、あいつどんなパンツ履いてんのか。こんな女みたいなパンツ履いてんだぞ。え、本当？だんだん派手になってきてるしさ、俺なんか嫌な予感してたんだよ。というセリフですが、こんな NG。 ずっと帰り遅いしよ。それ知ってるか、あいつどんなパンツ履いてんのか。こんな女みたいなの履いてんだぞ。え、本当？だんだん派手になってきてるしよ。俺なんか、すいません。嫌な予感してたんだよ。人の NG には厳しく突っ込む田中さんであった。すいません。お次はドラマブラザービート。手際よくおやきを作るシーンなんですが、へえ上手じゃない。長野のおばあちゃんに教わったんです。女の子は料理くらい作れないといけないって。岩佐真由子ちゃんにこんな予期せぬ出来事です。ん、ちょっと具が多くないですか。あんまり下手で言えなかった田中美佐子さんも思わず鋭く突っ込んじゃいました。ちゃんと練習しておいてくださいよ。そして元祖ハプニングを佐野史郎さん OK からどうぞ。いくらうちの生徒だからっつって受験の失敗逆恨みされたんじゃたまったもんじゃないよ。え、NG シーン。いくら助けてくれ。いくらうちの生徒だったら受験の失敗した逆恨みしたん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 。一応突っ込んできました。ありがとうございます。皆さんおはようございます。二宮和也です。おはようございます。田中美佐子です。今夜いよいよドラママラソンの放送です。実話をもとに描いたこのドラマ、自閉症の青年が母親の愛情に支えながら支えられながら皆さんすいません。実話をもとに描いたこのドラマ、自閉症の青年が母親の愛情に支えられながらフルマラソン3時間以内で完走っていう記録を作った親子の物語です。ドラママラソン今夜放送です。ぜひご覧になってください。はい、というわけで改めてご紹介いたしましょう、はい、今夜9時放送のマラソンにご出演の嵐の二宮和也さん、田中美佐子さん、そして TOKIO の松岡昌宏さんです。松岡、それはあえてもたらしてもいいですか。ありがとうございます。ご協力いただきます。このマラソンというドラマはですね、これ原作がありまして、はい、韓国で大ヒットした小説、これ原作、はい、実話でございますね、はい、これを今回設定を日本に置き換えてドラマ化したということで、はい、自閉症の、はい、ランナーですか。そうですね、なんか瀬古さんにご指導いただいたんですって。そうです、そうです。光栄なことじゃないですか。すごいですね。瀬古さん含めいろんな方々にその走りのエキスパートたちに教えてもらいましたね。そうですね、はい、それを支えるお母さん、どうでしたか、はい、演じてみて。演じてみてじゃないよ、40年しかないんだからね。すっごい可愛かったです。二宮君が、うん、
なんだそれ役としてどうだったかって聞いてるんですよ。いや演じてる二宮君が可愛かったの。ああそうですか、うん、でもさすごい、まあ、タカ今日は優勝のチャンスかも。いやもうねキレキレなんですよ。だってさっきから全部他の人の問題も全部パパパーンって言って、横でうるせえうるせえうるせえって言い方ないでしょ。全部答えちゃう今日はほらあの大女優さんの集まりでしょ。あ、まあ、もちろん田中さんも込みでね。はいはい、はい、あ入れてたんですね自分で言っちゃってました。あのだっていつも年が一番上なんだけど、はい、あ、田中さん、あれなんですか。名取さん、お母さん、あの今年還暦ですよ。すごい、それよりも年上の人がいるんで。言わない、そんな紹介の仕方はない。お母さん今、はいはいはい、一番上です。本当？今年3です。六三三六二六二多分そうだ多分、なかなかあんま大女優さんがこんな大ピアに六三六二とか言